皆さん、おはようございます。チャンネル8、モーン。はい、岡田です。私、設計事務所なんですけども、伝統工房、エタープライズクリーンという工房で、家を建てています。住宅を建てています。この、伝統工房、エタープライズクリーンといいますのは、どんなところに使われているかといいますと、伊勢神宮、そして正倉、木組の家なんですよね。柱と柱、柱に水を掘って、そして板を落とし込んで作っていくという、こういう工法です。米蔵が元になったと言われております。板蔵作りはどんな風になるかと言いますと、ここにちょっと、ちょっと差し入れていきます。こんな感じで、いいでしょう。こういう全部、木なんですよね。木で覆われています。まあ、木ばっかりでしたらね、ちょっとダメやという感じなんです。漆喰の白紙が使ったり、タイルを貼ったり、和紙を貼ったり、いろんなバリエーションがあります。基本的にはこういう木ばっかしの家ですね。木ばっかしの家ですと、本当にね、シックハウスの心配もないですし、杉の木の香りがすごく気持ちがいいです。お客様から大変好評をいただいております。まあ、こんな形で、こういう形、これ板蔵作るんですよ。内部は木ばっかしなんですけど、内側もこんな洋風な家もつけられています。木組みなんかは、木組みになりますと、こんな感じですね。これ、模型です。実際に建てる前にこうやって柱、梁を実際に模型にして検討します。こういうふうに検討してやっております。また地震に強いですよね。地震に強い話はまたやります。はい、以上です。